標を立てることが、ことが必要であります。その際、大切なことはそれが空間的、そして時間的にも明確なものでなければならないということであります。つまり目標は会社全体の漠とした数字ではなく、組織ごとにブレイクダウンされたものでなければならないのであります。つまり現場の最小単位の組織に至るまで明確な目標数字があり、さらには一人一人の社員までもが明確な指針のもとに、もと具体的な目標を持っているべきであります。またそれは1年間を通した通期の目標だけではなく、月次の目標としても明確に設定すべきであります。月々の目標が明確になれば、おのずから日々の目標も見えてくるはずであります。このように従業員一人一人が日々自分の役割を明確に理解し、それを果たすことができるような明確な目標を設定しなければならないのです。そのようにそれぞれの従業員が着実に役割を果たし、それぞれの組織としても目標を達成していくことで、会社の目標も達成することになってまいります。また日々の目標を達成してこそ、その積み重ねであります月間や年間の経営目標の達成ももたらされるのであります。それは明確な目標が明確であることによって、従業員の総力を結集することが可能となるからであります。もし目標が明確ではなく、会社がどの方向に向かうのかを経営者が指し示すことができなければ、従業員はそれぞれが勝手な方向に向かい、持てる力が分散され、組織としての力を発揮することができないはずであります。しかしながら、長期の経営計画は私は立てる必要はないと考えてまいりました。経営の世界では、経営戦略に基づき5カ年計画だとか10カ年計画といった中長期の経営計画を立案することが必要不可欠とされております。しかし私は長期契約を立てたことは今までございません。なぜならば、長期の経営計画を立案してみてもなかなか達成できるものではないからであります。必ず予測を超えた市場の変動や不測の事態が発生し、計画自体が意味をなさないものになって、いずれ下方修正が必要になってしまったり、ついには計画を放棄せざるを得ないような事態が往々にして起こるからであります。保護になるような計画であれば、むしろ立てない方がいいと私は考えております。度重なる下方修正や計画放棄を見せられれば、従業員はどうせ達成しなくてもいいのだろうと鷹をくくり、いざ経営者が高い経営目標や長大な経営計画を掲げても、それに挑戦してくれなくなってしまうからであります。また、得てして長期計画においては、目標となる売上は達成できたといたしましても、経費目標や人員の目標だけは、いや、目標となる売上は達成できないにもかかわらず、経費目標や人員目標だけは計画通りに消化されることで、経費の増大を招き、経営を圧迫することにもなりかねないのであります。そのため、私は京セラを創業してからずっと、1年間だけの経営計画を立ててまいりました。3年先、5年先となりますと、誰も正確に予測できませんが、1年先くらいなら、そう狂わず読み切ることができるからであります。そして、その1年間の経営計画を何が何でも達成するように進めてまいりました。今日一日を一生懸命に働くことによって、明日が見えてきます。今月を一生懸命働くことによって、来月が見えてきます。今年1年を一生懸命働くことによって、来年が見えてきます。そう考え、日々、また月々、
そして年間の目標を着実に達成すべく、懸命に努力を重ねてまいりました。大切なことは、目標が明確であるかどうかということであります。経営コンサルタントなどは、そのようなことでは大きな事業はできませんよと口を揃えますが、私は毎年、単年度の具体的な目標を立てて、それを遂行し、さらにそれが完了すると、また次の年の単年度の明確な目標を立て、その遂行を徹底するということを愚直なまでに貫き通し、事業を年々再々成長発展させてまいりました。稻盛和夫、白手起家、27歳创办京瓷、52歳创办 KDDI、两大企业皆以惊人的速度成长，并双双进入世界500强。稻盛和夫是迄今为止一手创办两个世界500强企业的经营之圣。2010年，日本航空向东京地方法院申请破产保护，在民主党鸠山政府的三顾茅庐下，同年2月1日，稻盛和夫以78岁的高龄出任日航的 CEO， 不到半年的时间内就让日航大幅扭亏为盈，并在年底创造了盈利1500亿日元的奇迹。是什么样非凡的大智慧，让稻盛和夫成为业内神话？他一生的成就又能为我们的企业带来怎样启发和思考？让叱咤商界70余年的稻盛和夫向您讲述至真至诚的经营真谛。如果你想拥有幸福的、美好的、平和的人生，如果你想把你的企业经营得有声有色，如果你想让你公司的员工幸福快乐，那么你就忠实地实践这6项精进吧。6项精进是稻盛和夫经营哲学的精髓所在，他一生的成就离不开对6项精进的精彩解读和完美应用。2011年，中智信达、稻盛和夫北京公司、中信集团共同携手，将稻盛先生的智慧精华研发成为一系列产品。本套产品是目前国内唯一一套由稻盛先生本人讲解并揭秘其成功典范的产品。稻盛先生用自身的经历诠释了成功的哲学，为我们展示了一部经营与哲学并存、智慧与展望同在的成功启示录。著名学者季羡林、海尔集团董事长张瑞敏、知名企业家马云等都曾在公开场合盛赞过他的经营智慧。2011年，中国企业家最值得期待的经营盛典，永葆成功的6项精进，突破困境的经营12条，将为中国企业及企业家带来高智慧、大格局。第3条は、強烈な願望を心に抱くということになります。副題は、潜在意識に到達するほどの強く持続した願望を持つということであります。私は心に描いた通りに物事は成就すると考えております。言い換えれば、何としても目標を達成したいという願望をどのくらい強く持つことができるかどうか、これが成功の鍵になってくると考えております。経営の課題に悩み苦しむことは経営者の常でありましょうが、懸案に没頭し、寝ても覚めても四六時中そのことだけを考え続けることができるかどうか、それが事業の成否を分ける分水嶺になるとも考えております。その意味から、強烈な願望を心に抱くということを第3の要点に掲げ、
その副題として潜在意識に到達するほどの強く持続した願望を持つということを私は掲げております。それは潜在意識を駆使するならば経営をさらに大きく伸ばすことができるからであります。潜在意識とは何か。人間には顕在意識と潜在意識があると言われています。私は今顕在意識で皆さんに語りかけています。また皆さんも顕在意識で聞いておられるはずであります。つまり顕在意識とは今目覚めている意識のことを言い、自在に駆使できるものでありますが、潜在意識は通常は意識下に沈み込んで表面には出てこない、いわば自分の意のままにコントロールすることができない意識のことを言います。この潜在意識は心理学者によれば顕在意識よりはるかに大きな容量を持ち、我々が生まれてから死ぬまでの間に体験し見聞し感じたことを全てが蓄積されているとも言われております。実際に私たちが日常生活においてこの潜在意識を駆使している例として自動車の例があります。習いたての頃は右手でハンドルを持って左手でギアを操作し、右足でアクセルやブレーキを踏み込むなどというように、自動車の操作を頭で理解し、つまり顕在意識を駆使して運転という行為に集中しております。しかし次第に慣れてきますと、自動車の操作のことなど全く意識もせず、考え事をしながらでも平気で運転をしていきます。それは顕在意識で運転を繰り返すうちに、それが潜在意識に浸透し、無意識のうちにも潜在意識が働いているからできることであります。このように潜在意識を自在に活用するためには次の二通りの方法があると言われております。一つは衝撃的な印象を受けることであります。強烈な体験や強いショックを受けたときは潜在意識に入ると同時に、それはいつでも顕在意識に帰ってくるようになります。死の直前になると走馬灯のように昔のことを思い出すと言われております。コンマ何秒という短い間に一生涯が映画のフィルムを見ているように次から次へと映し出されてくると言われています。これは潜在意識に蓄積されていた記憶が死という一大事に直面することによって顕在意識に直結して現れてくるわけであります。しかしこのような経験は望んでも得られるものではありません。二つ目には繰り返し経験することであります。先ほども申し上げましたように、繰り返し経験することで潜在意識を使うことができるようになるのであります。例えば売上をいくらにしたい、利益をいくらにしたいという目標を朝起きてから寝るまで明けてもくれても四六時中考えるようにする、そのような強く持続した願望は潜在意識の方に入ってまいります。そうしますと経営者は会社に出てくれば多くの案件が山積しています。24時間一つの目標だけを考え続けるわけにはいきませんが、それはすでに潜在意識に入っていますので、たとえ別なことを考えていても、またいろんなことを考えていても、売上をいくらにしたいという強い意識が働いて、自然とその方向に自分を向かわせることになるわけであります。例えば皆さんが新しい事業分野に進出したいと考えているといたします。その事業分野は今まで携わってきた分野ではないため、専門の知識やノウハウを身につけた人材は社内にはおりません。しかしどうしてもやりたいと強く願って、毎日毎日それを思い続け、シミュレーションを繰り返しておりますと、やがてそれが
潜在意識にまで浸透してまいります。するとある日、例えば飲み屋に行って飲んでいると、隣で見ず知らずの人物が話をしている声が聞こえてまいります。それはどうも自分が考えている仕事に関係する分野のことであり、その人はその分野の技術者のようであります。間髪入れず、すいませんが今のお話をお聞きしていますと、などと見ず知らずの人に話しかけ、やがて入社をしてもらおうということになり、それを契機に一気に新規事業が展開していくなどということが往々にしてあります。これは潜在意識にが働いておるからできることであります。実際に1983年の夏、私が現在の KDDI につながる電気通信事業へ参入について構想を重ねておりましたときに、ある経済団体の会合に講演に来ておった通信分野の技術者との思わぬ出会いがあり、それを契機に一気に計画が進捗するということがありました。そのようなケースも本来ならそのまま通り過ぎてしまうような事象であるはずであります。ところが強い願望が潜在意識の中に浸透しておりますので、一瞬の出会いも逃さず、素晴らしいチャンスを生かして事業を成功に導いていくことができたのであります。しかしそのようになるまでには繰り返し思い続けることがどうしても必要になってまいります。全身全霊を挙げて顕在意識を働かせ続ける過程が必要になるのであります。案件を軽く受け流し適当に処理しようとするような状態では決して潜在意識にまで浸透してはいかないはずであります。火のように燃える願望を持ち続けることでしか潜在意識を活用することはできないと私は考えております。50年ほど前に都市空間で京セラを創業したとき、わずか28人の従業員に向かって、私は一生懸命に働いてこの会社を立派な会社にしようではないか、そして町内一番の会社にしたい、いや京都一の会社になろうではないか、さらには日本一の会社を目指そうなどと繰り返し説いておりました。毎晩遅くまで残業しているものですから、私どもの工場の前に夜泣きうどんの屋台が毎晩来ておりました。よく従業員と一緒にその屋台でうどんをすりながら、そのような夢みたいなことを言っていたことを今も鮮明に記憶いたしております。資金も設備も技術も人材も何もかもが乏しい創業期の京セラの中にあって、私は年中そのような壮大な夢を従業員に語りかけておりました。従業員にしてみれば、当時の会社の状況を冷静に見るならば、まさに荒唐無稽であり、経営者のたわごととしか取れなかったでありましょう。実際に話をしている私自身が本当にできるのかなと半信半疑だったわけでありますから、とても説得力のある話ではなかったことと思います。しかし繰り返し寝ても覚めてもこのことを唱えていくうちに、次第に従業員もさらには私自身もいつの間にかこのことを信じ始め、そのような目標の実現に向けて努力を惜しまないようになっていったのであります。目標が高ければ高いほど、それを実現していくには強く持続した願望を抱き続けることが必要になってまいります。ぜひここにお集まりの経営者の方々は、目標を高く掲げその実現に向け強く持続した願望を持ち続けていただきたいと思っております。第4条は誰にも負けない努力をするということであります。副題は地味な仕事を一歩一歩堅持する。
たゆまぬ努力を続けるであります。成功へ至る道は未知に、近道はないと私は思っております。努力こそが成功へ至る王道であります。わずか半世紀ほどで京セラが今日に至るまで成長発展を続けてまいりましたのも、この努力以外に理由はありません。ただ京セラの努力は並大抵の努力ではなく、誰にも負けない努力でありました。この誰にも負けないということが肝心であります。そのような努力でなければ決して企業を発展に導くことはできないと私は思っております。京セラを創業した当初は、自分の資金も満足な設備も経営の実績や経験もなく、ただ唯一自分たちの払う努力だけは無尽蔵であろうと、まさに夜を火をついで昼夜は分かたずに仕事に励みました。しかし毎日毎日、いつ家に帰ったのか、いつ寝たのか分からないくらいまで働くものですから、ついにはみんながへたばってまいりました。そしてこんな無茶苦茶な働き方を続けていたのでは体が持たないという声が従業員の中から出てまいりました。